カタナギュースのやっぱり元祖なにわ突撃予備校やったねえ。じゃあでも久々にどういう間に合うんちゃう、間に合うと思います、ね、ちゃんと2週連続ねえ、いけるよ。いやそうっすね、うん、だからまあまあ、うん、振り返りですか。振り返ろうと思ったけど、まあスカスカっすね、うん、スカスカ、はい、そうやね、あんまいやでもあるよなあ、前いつ撮ったっけ。前がマゼッコライブの後じゃないですか。後か。あ、そう。あ、こちらおはようございます。おはようございます。前は行けると。あ、もう、はい、前は行ける扉の前は行ける。あ、そうなの。前までは行ってくる。前行ってくる。開かないと思いますけど、前までは行ける。完全に今、カナメストーンさん、カナメストーンさんが撮る。明るいな。雰囲気変わったね。完全に雰囲気が変わった。もう、カナメストーンさん来たんで、まあ、タイトルには一応カラメストーン。ちょっとね、うん、はい、入れてもらって。そうですね、まあな、はい、確かに今日はまあ、これ上がってることは大丈夫だね。まあまあそうです。あのシークレットシークレットライブです。はい、ありますから。ヤング対ニボイワグモ。そうだから終わってるからいいんかな。俺らトップバッターだから。まあそうか。いやでもまあすごいですよね。すごい。うん、こんだけニボシマシの最後しがんでるやつらいないですよ。俺らウエストアンツぐらいからずっとやってますよ。最後の最後俺らや。俺らウエストアンツそのもう淘汰されて、そうそうウエストアンツのしがみが淘汰されて、うん、俺らだから最後の最後の最後の最後。そうなんかなんか申し訳なかったです。だからこの前その女ならで終わった後も、ね、その、まあ、女ならもう一回女ならでは弱気ない女性芸人のライブって、まあ、イメージあるけど女たちのレクイエム、うん、が終わった後も、うん、なんかその要はニボイはまたなみたいな雰囲気じゃないですか、うんうん、でもう一回あるしな、うん、まあどうするかってことで僕はもう最大限の匂わせで、うん、あいつらの写真でじゃあなっていうツイートだけにしました。でもう一発会うしな10月。え、期待感あるから。あ、期待感もそうか、出るみたいな。期待感出るもん、出る言っていい。で、名前出てんの。あ、名前出てんの。だからそのほんまになんかお前行くんかっちゅう話だもんね。で、結局その10月半ば過ぎた全おじさんやろ。あ、ほんまや。もうわしには会うから会うな。変な話やよ。まあ、ほんまに、でもほんまに最後の最後まで、うん、なんかほんまに俺のズーバーに鈍いはしゃぶってますよ。ダッシュで、ダッシュダッシュだ。すごいすごい。あの、ダッシュ終わった後のあれもこう、あの、ま、昔な、最後出たやつあれ、食べてな、カルシウムや言うて。すごいね。すごい。すごいよ。だからその袖ビーム、バーサー袖ビーム。ああ、クスエンジェルですかね。そうそう、戦いをして。でもまあ、でもちょうどいい形でしたね。やっぱりこれから来るであろう後輩もね。やっぱり、はい、しっかりとね、うん、まあ、結果残す。やっぱ寄り切るね。寄り切る、うん。ストーリーはできたじゃないですか。そうですね。そうだ。ほんでなんかね、やっぱその女たちのレクイエムとかああいうなんかこんなん言ったらあれですけど、芸人が企画したカルダライブって盛り上がりますよね。まあ、よかったですよ、ね。そう、ね、なんかね、思った以上に人入ってて、うん、よかったね。よかったのでは、よかったのでは、めっちゃ入りましたね。そう、よかったんじゃないですか。久々にでもそのさ、カノザの音響さんと連携取った気がした。あ、まあそうっすね。まあいつもはもうまあまあ誰、そういうライブじゃないからな。そのまあきっかけの音出してくれたわけだけど、うんうん、今回はこっちが、そう、ね、確かに久しぶりでしたね。安藤さん、安藤さんプレゼンツではないんですよね。いやまあ結構みんな主催みたいな感じでやったやつで、なんか良かったんじゃないですか、うん、普通に盛り上がってましたし、そうだな、楽しかったですね、うん、なんかな、だからもうほんまオーパスがちょっと受けすぎてたな。あれはちょっと困るな。すごい、3番目、4番目でしょ、確かデジオンかな、うん、で、あんなに受けられたら、やっぱそのライブ自体がさ、うん、なんかその、やりにくくなるよね。ちょっと手抜かんとあいつでも、まあまあ、でもなんかさ、終わった後なんか、言わしっかり言ってねんけど、なんか、あの感じのウエスタンと初期のライブの雰囲気を思い出すなんて、確かにずっと盛り上がってるみたいな、なんか忘れ到底忘れていたが、まあ、確かにね。ウエスタンツも最後の方はちょっとなんかね、うん、お客さんもどんどん減っていってしまう。そうそうそう、下ネタ初期の感じを思い出すなんて、だ初期だってな、え、だって舞台袖ケツまであったありましたよね、パンパンになって、すごいすごい、そうやな。まあそこはまあいろんなことありましたからね。まあ、そうですね。きっかけ、まあ、きっかけで言ったらまああれか、まあ、絶妙の解散か、まあ、脱退とか、脱退もまあありましたけど、うん、まああとまあ
森田が MC じゃなくなったことかもしれないですね。やっぱ森田最初の頃はよく MC やってたんで、そうなんやっぱあの生き生きさがなくなったよな、はい、弱体化してしまったから森田がやっぱモブになったから、そう弱体化に次ぐ弱体化で、でも平場なんかほとんど森田しかいじられてないですよね。もうみんながほんまに森田の自立つなぎというか、そうやな、森田誰か一人がいじったら乗っかって乗っかって乗っかって、そう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 、よかったっすよね、ああいうの、なんかな、面白かったですね。いや結構そうですね、そこからなんか、いやだから、そうか、袖ビームでしょ、さっき言った、うん、また袖ビームも、ね、一瞬で終わらしたの。いや袖ビーム一瞬袖ビームって言い出したの安藤さんですよね、終わらしたっけ。で、布施の話ちょっとしよう、布施をまあワンパンでみたいな、うん、まあ、寄り切れてよかったですよね、うん、あのまあ女たちのさっていう、急になんでそんな、いやそう切ってないけど、そう切って布施切ってない、布施に買ったことはもう、いや切ってない、当たり前すぎ、当たり前やつも切ってない、大学生ごときには負けねえぞ、次の話題を回したけど切ってない、もうちょい行けましたって絶対布施の話題は、そうだよ、はい、うん、やっぱ僕の主観しかまだ残ってないんで、ああ安藤さんどう思ったとか、いやいやでもまあまあ挑んできてくれたことは嬉しいよ、ああなるほど、そうや結構だから、安藤さんから見て布施ってそのどういう感じ、なんなんそのインタビューそれそのインタビューなんだ、でもホランと喋らへんいやそんなことないよ、鳥を同士ってことで、うん、そう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 、どういう感じでその見てるとかあるんですか、ね、いやでも後輩、ああもうそうそう、イクニがだいぶ慕ってくれてるからな、ああそうなんですか、そう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 、不正演技ですね、なんかコントのイメージあるんですけどね、漫才結構さ、あでも M1 前やからって言ってたよ、ああそうなんですね、うん、そうそうそう、いろいろ試してる、そうそうそう、で言ってた、それはなるほどね、うん、非常にいいですね、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、ちゃんとインタビューみたいな喜んでると思うんですよ、聞いたインタビューみたいな、こういうのでまた名前出して、うん、そのま、その周りの友達を、うん、再生回数プラスのために使うんじゃん、ダメだよ、一回僕にインタビューしてください、そうあなたはその全然その、ね、分かってないんですよ、 うまいことやらなあかんすよ、どういうことバレたらあかんのって、不正演説どう思う、あ、不正っすか、うん、学園への、うん、不正っすよ、学園へのとか変じゃん大学生知らん人のためにも、ああそう早いんですよ、知らん人のためにも情報を出していって、そうなん、あ、伏せってこういうコラーなんや、うん、そうなんっていう、あ、そうなん、そう大学じゃないですか、伏せ、うん、あ、大学生、うん、あ、うん、いいっすよね、いいっすよね、うん、正直大学生と思えへんクオリティ、ぶっちゃけ、うん、うん、まあ、ライバル、なんかまあ呼んでもらって、まあ、ライバルってことじゃないですか、うん、まあ、ほんま俺らがもうちょっと若かったら食われてたかもしれないですよ、うんうん、ほんまそれぐらいやっぱ緊迫した石原やし、お前ネタ始まるまで喋らんかったな、何がですか、スパーサソデビーム、どうしたんすか、なんかそんな感じ言ってるけど、いやだからその伏線に対する思いとか語り始めたら、うん、そういえばなんかあの35分ちょそういえば、うん、そういえばや、なんかネタ終わりでえらい喋り出して、ネタ終わって平場でえらい喋り出して、ネタ始まるそんなことなかったですよね、喋、うん、り出しとったかな、ネタ終わりで、お前覚えてないくせに、お前そんな覚えてないくせにそっちがつくなよ、お前ずるいぞ、信吉、ほんまに、ほんまに俺ちょっと信吉、これ真剣、ほんまに勝ったって、勝ったって結果出る前喋らなかったからね、うん、でもほんまに、まあ、男は男やなけどな、そう思えばな、うん、勝ったと思った時に喋るっていう、うん、男ちゃうよさ分かった時喋る男じゃない、そういえばなんかそうやってなんかそう言ってるけど、うん、まあなんかちょっとビビってたよな、うん、ビビってたっていうか、うん、あのまあゆるいに負けたじゃないですか前回、うんうん、ああそうか、ほんまやほんまや、俺だから気づいたんです、何、最初からなんかはしゃいで、うん、俺余計なイメージもうつけたくない、俺もうガキには負けたくねえいやそんな俺はなんなんそれ、ガキにはね、別にいいやん、俺はもうクソガキには俺は負けないよ、別にいいやん、喋って別にいいやん、そんなんかな、ライブの最初に喋ってとか言っても、なんか結局その煽らなあかんじゃないですか、でもああいうまあまあな、うん、行き過ぎんねんから、どうせ俺なんか、うん、やりすぎんねん、ちょうどいいとこ止めたらええやぞ、じゃあ見たことあんのか見たことあんのか、まあまあ、ないな、ないや、まあ、ないな、ないや、それはないな、じゃあ喋る方がええんか、行き過ぎる方がええんかって考えたら、うんうん、そのもう黙っとんが一番ええやん、それは違う、それは違う確定した瞬間にもそれも違う気するけどな、確定した瞬間にそうなんや、うん、ガキがこんな、こんな時間のライブ呼ぶやん、最悪や、全然読んでええやんと思いながら自分でそうそう、いやでもそれもしゃあない、それも不正、そう負けた不正が悪いんだ、あこれ負けてたらしゃべらんとこあったんじゃないだからそのなんていうんですか、その甘い考えで呼ぶな、
ああその、うん、俺はいつでも何人でも体勢を受けるけど、うん、カルビって気持ちよくないよと。なるほど、そうそう、うん、力つけてこいよと、うん、そう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 、力つけてから、なんかその泣いちゃうことになるよって、泣かしちゃうよって、うん、俺思ってもないこと言うんだから、うん、そうだよ、そうやね、そういうことだな、ここも気をつけてくれよと。まあまあでもいい試合でしたね。まあまあでもいい試合でしたね。まあカットであることを願う。もちろん。なんでなんでなんで。いい編集点やったよ。なんでなんで。カットであることを願う。カットはしませんよ。カットしませんよ。そうだ。いやまあまあでもなんかそういうバトル系のっていうかライブ久々ですけど。まあそうですね。そうね。トリオ同士。まああんまないからな。そうですね。まあそうです。あとなんかハスキーポーズのクソガキをつ、まあ、あれはまあまあもうおらんも同然か。おじさんだよな。ハスキーポーズ。うん。っていうなんか賞取ったって言ってた。あまあ俺らが出てない大会ですからね。あそこはそう強い、ね。それでいく、それでいく。この感じでオープニングを喋ってほしかった。この俺が出てない大会だ。そう俺らが出てたらそれはもう奨励賞俺らです。俺ハスキーポーズじゃないですよ。あそうか。当たり前でしょ。リキライソンとか LINE とか送ってきていいですけどね、神奈川さん出てるおかげで賞取れました、ありがとうございました。言えよ、常識やん。お前どんなやつなんや、どんなやつやねんお前。このボケで言ってるし、もその思想なんて出てけへんやろ、それ。まず出てこんか、そう出てこんやろ。もうだから俺はもう人前に出たくないんだよ。どういうこと。俺はもうこういう戦ってしまうな、戦ってしまうさがいでな。もうラジオとかで、いや俺ラジオとかでいいや、もう失礼やもう。なんか人になんかもう世間世の中に出てくる。怖いそれ、何それ、急に急に怖いな。後輩に挨拶せよとか言い始めて、そんなラインいらんやん。こんなん言うとおかしい、頭がおかしいんだ。まあまあね、今日もちょっとバトルですから、まあ、そうですね、はい、ちょっと今日ほんまに勝って、はい、本当に、はい、ヤフーのトップニュースね、お目指しましょう。乗るやつか、ドラそういうライブじゃないから、うん、ドラそういうライブじゃないから。X のアリアンのブスからトレンドにもしかしたらあるんですよ。コブラって、コブラってあれなんで。あれ俺ピンでも出るの。ピンでも一人でしょ。もうコブラが跳ねたらもうコブラが、お前またお前適当こと喋って、お前お前さっきからもずるいな、お前ライブの記憶はないし、お前適当こと喋り始めて、この辺でこの辺でじゃあもうバトル待ってますんで、はい、また聞いてください。ふざけやがって、お願いします。舐めやがって。